アメリカのアトランタで開かれている TPP 閣僚会合は24時間再延長する異例の展開となりました。最大の懸案、医薬品は交渉が難航していますが、自動車分野はほぼ決着しました。もうあと一息というところで、これについては懸念するような決着まで懸念するようなことはないと思います。自動車分野で争点となっていたのは、関税をゼロにするために TPP 参加国で作られた部品を使う割合です。4割程度を主張する日本は、なるべくたくさんの部品を供給したいメキシコから7割以上を求められ対立していました。交渉関係者によりますと、協議の結果、品目に合わせて 40% 台半ばから 50% 台半ばの幅を持たせる日本の要求に近い案でほぼ決着したということです。一方、最大の課題である医薬品の開発データ保護機関では、アメリカとオーストラリアの間の溝は3日の全体会合でも埋まっていません。アメリカは乳製品の分野でも課題を抱えています。関係者からリーダーシップを問う声が強まる中、残り1日必死の交渉を続けています。